丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日はですね、前代未聞の激ヤバトークイベントということで、10月12日土曜日18時から西新宿で女子刑務所の実態について、当事者、元女囚の皆さんが語ってくれるトークイベントを開催します。ちょっと最近ずっと告知してたんで、ただその人たちから配信だと思われてるんですよ。ああ、そうか。裏社会ジャーニーだからってことだね。そうじゃなくて、ライブという、トークライブです。しかも、女囚経験者3人の人が出てくれると。しかも、その人たちの懲役年月合わせると約20年。なかなか、だから前科も合わせると、7班とか、なのかな。前科7班、懲役20年。懲役太郎さんね、ちょっといろいろあったんで、失敗ですけど。そうですね。なかなか、私、懲役行ってましたぐらいの話はしてる人は、ちょっとね、トークイベントとか行っても、がっつりね、女性で服役していたっていう話をね、正面切ってやるっていうのは、そんなに、3人集まるってこともなかなかないですから。日下さんといえばね、やっぱり最近は、頂き女子の、りーちゃんこと渡辺さんの彼女との接点というか、そういうのがあるので、女囚ものというか、それもちょっと気になるところじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと話それますけど、渡辺被告は今どんな感じなんですか？今、この間判決が出て、一審が9年と800万円だったところが、8年6月と800万円ということで、半年、罪としては軽くなりましたね。これは理由としては、ホストが被害弁済したっていうところがすごく影響してるんだと思いますね。ホスト個人クラブホスト個人だったのかな、今回は。で、またね、クラブ側も返してくれれば助かりますし、もう渡辺さんの刑期には関係ないんですけども、やっぱ被害者の方にね、お金返さないといけないなということで、いろいろ動いてるんで、やっぱそこが、渡辺さんは本当お金がとにかくないわけで、持ってるところが返してくれるのはまず助かりますよね。そうすると、この後ですね、渡辺さんがもうどうやってももう収監されることは間違いないわけじゃないですか。そうですね。で、そういう女子刑務所っていうものがどういうところかっていうのは、意外と皆さんやっぱり我々含めて知らないところが多いんで、そのあたりのね、実際に入っていた、人たちが、自分たちの経験をもとにいろいろ話してくださるということなんですけれども、一応ですね、どんな人たちが出てくれるのかの詳細をちょっと掘り下げていこうかなと少し。いいですね。まずお一人目、武田純子さん。プロフィール的に言うと、前科2犯懲役4年です。この方はですね、お父さんがヤクザ。組長さんかなんか。そうですね、組長までなりましたね。実の母、生みの母がストリッパー。で、その後、4人のお母さん、継父というか、継母か。が、義理のお母さんたちが皆さん付属嬢。聞いてる情報ですよ。まだその辺はっきりわからない。その辺むしろ掘り下げたいんですけど、という、もうおそらく、相当複雑な過程だったと思うんですよ。そうですね。お話をね、聞かせてね、この間収録させていただいて聞いた時も結構なんか、壮絶だったなっていうふうに思いましたね。で、そういうところで育ったのと、お父さんのなんていうか、影響なのか、ものすごい除血っぽい雰囲気があるんですよね。で、そういうことも相まってか、今現在は、社会復帰をしようとする、服役した女性たちで社会復帰しようとする人たちの、支援のそういうお手伝いをしているという方です。で、これって、日下さんがね、引っ張ってきたじゃないですか、この方。どうですか、その話した感想っていうか、どんな人だと思ってます？なんか結構、前からいろいろと、なんか新宿系の飲みとかで、ちょいちょいお会いしていて、で、結構ね、カメラが回ってないとこだと、ちょっとベラン名な感じなんですけど。そうですね。で、実際どうなのかな？喋ってみたらどうなのかなっていうふうに思ったら、やっぱカメラが回ったらすごくね、言葉を選びながら、切々と話していただいたんで、やっぱ内面はね、結構本当にいろんなことを傷ついてきた人なのかな。でも面白いし、豪傑なところがあるんで、YouTube はどうしても、いろいろ規制があるんで、うるさい部分はあるじゃないですか。喋れない話もありますが、ガンガン喋ってもらえると思いますね。だって、休憩時間、収録の休憩時間に、まあ、いや、ちょっと気をつけて、気をつけてね。大丈夫、大丈夫。いわゆる大人関係な話を言ったときに、まあ、そんなのね、みたいな、ベラン名所でガンガン喋ってくれて、このノリで喋ってくれるんだと思って。いや、本当に。はい。かなり期待します、そこは。はい、面白いと思います。はい。はい。で、あと、二人目。うん。これ、美咲さんですね。美咲さん、はい。はい。プロフィール的に言うと、前科2犯、懲役2年6ヶ月、6ヶ月でのまあ、まあ、いいです。一応、普通にね、言うと。で、この人は、あれですよ。獄中結婚してますから。すごいですよね。なかなか、獄中結婚、いいですよね。いい話でしたね、あれはね。はい。この獄中結婚というのも、相手も相手で服役してるんですよ。はい。で、友達同士だったんだけど、ひょんなことから、手紙で交際をしてですね。はい。要は、直接会う前に、手紙だけで結婚しちゃうっていうか、そういう特殊な事情というか状況なんですね。でも結構ね、獄中は、やっぱ家族だとやりとりがしやすかったりとかっていろいろあるんで、なんか燃え上がってしまって結婚して、まあすぐにね、離婚するっていうパターンは本当に、見られることになりますね。これまた、YouTube では、また拾いづらい話なんですけど、ちょっと、特殊な大人関係に走りすぎて、すぐ離婚したっていう話なんですね。その辺も、もう、忌憚なく言っちゃうと思いますけど、ただ、この、美咲さん、かなり人気でですね、裏社会ジャーニー4本出てるんですけど、総再生数が130万再生いってますから。あ、そんなに出てるんですか？美咲さん、すごいな。すごいです。はい。だって、ドMヤクザと付き合ったらどうなるとか、女囚同士の恋愛とか、もうそういうやつばっかりですよ。同じ部屋に5人の、まあ、そうですね。あれな人とかが、まあ、しかもこの人、ギャルサーの人出身なんで、結構ね、ハキハキしてるけど、ギャルのオーラはまだまとってますね。ちょっとありますね。はい。人気ですよ、美咲さんは、本当。はい。大人気です。そんな美咲さんと、まあ、2人目ですね、この人がね。で、3人目。こちらがですね、相沢萌さん。相沢萌さん。はい。プロフィールは、前科3犯、懲役13年です。長い、13年ね。はい。まあ、肩書き的に言うとですね、元レースクイーン、元大人女優で、映画、舞台も出演していたマルチな方ですが、今はね、キャバクラとか、そういうところでも働いてます。そうです。まあ、一応13点。って言ってもね、やっぱ長く入った人をね、やっぱそれなりのことはしてるんですけど、人を痛めつけたりとか、加害を加えたっていうよりかは、まあちょっと自分ごとでみたいな形なので、そこはまあ少し被害者がいるものではないのかなっていうところはね、ありますね。はい。で、ただですね、3年はまた別のやつで、約連続で入ったら10年ぐらい。そうですね。はい。はいで、僕が、質問したというか、YouTube のね、裏社会ジャーニーに出ていただいたときには、ちょっとこう、10年間服役していて、出てきて久しぶりのね。まあまあまあ、気をつけてね、本当に。はいはい、そういうね。組体操に関してはいかがだったんですかっていうことに対して、いや、ちょっとこう、ちょめちょめ的な感じの話してくれたりとか、かなり明けすけにね、その辺も話してくれる方なんですよ。まあ、ほら、刑務所内のユリ恋愛とかもね、経験してますし。まあ、100万再生ぐらいいってますよね。これがですね、3本出てるんですよ。裏社会ジャーニーに。総再生数がなんと、現時点で210万いってます。すごい。そんなに回ってるんですか、相田さん。皆さん、大好物。だから、僕としては、この美咲さんと、相沢萌さんで、相当このみんな興味を惹かれるんじゃないかなって、ここに武田純子さんも加えてますから。確かに。でね、なかなかこんな感じでね、見れる機会ないと思うんですよ。そうですね。なかなか、まあ、やっぱしかも YouTube で話せないギリギリの話を、やっぱ現場だからできますから、その話はもうバンバンしてもらいましょうね。話してもらうだけじゃなくて、今回はもちろん質問とか、直でやり取りできますし、もう本当にもう、なんだろうな、僕お願いしてみますよ、特殊な性癖の方にはもうね、ちょっとこう、いじめてもらったりとか踏んでもらうぐらいのことはちょっとお願いしてみようかなと思ってますよ。どういうこと？お客さんの中そういう方がいたらどういうことよくわかんない。ちょっとこういう除血な人たちに、もういじめられたいみたいな、もう性癖的にビビ刺さる人とか。やめないだよ。そう、YouTube 的にやめた方がいいよ、そういうの。マジで。はいはいはい。まあでも、そんぐらい、なんていうか、こういう人たちが、こういう元女子の皆さんたちが刺さる人っていると思うんですよ。とにかく話聞いてみたいとか、興味あるって。まあそうですね。はい。その人たちはもう本当にぜひ今回を逃すとですね、なかなかこんなイベント組めませんから。組めませんね。はい。スケジュール揃えるだけの大変だったんですからね。確かに。うん。だから、これ2度3度あると思わないでほしいっていうことを言いたかっただけです。間違いない、間違いない。うん。あとまあ、でも、この彼女たちは今やっぱ出所されてから、本当頑張って、更生しようとして、一生懸命仕事をしたりね、そのボランティア活動とかをしてるんですよね。この間、中澤さん、保護司の中澤さんの誕生会行った時に、武田純子さんもいらっしゃったし、相沢萌さんもいらっしゃって、あ、まあ、ここもね、そう繋がって、やっぱ今も更生のことを頑張ってるんだなっていうのはあったんで、やっぱそのどうやって、なんとかね、この表社会にいて再犯しないようにしてるかっていうところも、結構そこはね、そこできちんとお話聞こうと思ってますんでね。まあね、頑張ってる人、今頑張ってる人じゃないとね、こういうところにもね、お願いできないんですよね。そうです、そうです。要は、服役した経験があるだけの人だったら、言い方悪いけど、草かまわりにいっぱいいるわけじゃないですか。あ、やっぱね、その出れる人っていうのは限られてるんですよね。やっぱ出ていいってことは、やっぱそう見られるわけで、表明してるってことになりますから、やっぱまた悪いことしたら、もうやってるって言われたりとか、もう顔刺されちゃうようになるんで、やっぱね、どんどんこの表に出て、この囚人監視の下で構成していこうって意識のある方たちなんでね、そういったとこは、まあ楽しい話とかね、やばい話、なんか刺激的な話いっぱいしていただくんだけど、いいとこもきちんと聞いてね、構成の方を言っていきたいっていうのもね、あるんじゃないかって思いますね。はい。しかもですね、今回は、なんと珍しい。俺と草加が揃います。そうね、イベントではね。いやいや、超久しぶりですよ。上優さんの時以来ですよ。あ、そうか。でもなんかいつもいるから別になんか。まあまあ、イベントでわざわざ並ぶこともないからね。そうだね。はい。まあ一応ね、草加さん天の声としてね、参加いただくんですけど、その天の声草加さんの、まあ刑務所持ちネタもいっぱいあるわけですよ。はい。まあ今回ちょっと一個だけ披露させていただきますけど、これ過去にね、草加さんが X に投稿してるやつなんですけど、はい。友達が刑務所内でびっくりドンキーの木の扉のメニューを作っている。はい。他にもご当地キティちゃんグッズとか、伊勢丹の袋とかを作っている友達もいる。企業側にしてみたら安い時給で働いてもらえるメリットはあるものの、刑務所製品ということでブランドイメージが傷つく可能性もある。それでも依頼している企業は立派ですと。はい、刑務作業は囚人に労働の習慣を身につけさせるために大切なものですと。なかなかのトリビアをね。そうですね。あ、これでもね、ちょっとね、後で追加取材したら、間違いが発覚したんですよ、このツイートに。あら、はい。びっくりドンキーさんの、木の扉のメニューではなくて、木の皿でした。ハンバーグが乗ってる皿。お皿を作ってたって言って、で、さらにそのね、皿にね、刻印が刻まれたりするんですけど、それでどこで作ったか分かるようになってるっていう、さらに、豆知識も教えてもらいました。いいですね。あれだって、バーグディッシュ的なやつとか。そうです、そうです、そうです。要は、そっちの方が数が多いわけじゃないですか、使う。よりなんかそういうことに、一応なんていうか、まあ、協力してるというか、そういう企業さんってことですよね。そうですね。やっぱね、このね、作業報奨金って本当に、時給5円から、マックスで50円ぐらいかな。しか入らないんですけどね。やっぱそれを集めてね、まあ、生活用品、シャンプー買ったりとかしますし、やっぱそれで、社会に少しでも還元していくっていうことでもあるんでね。なんかね、そういったいろんな話も聞いていきたいですよね。はい。まあ、聞く人がね、聞き手の方にね、草加さんいますから、多分より掘り下げていったりもできると思いますし、まあ僕の方は賑やかし&MC としてね、頑張りますんで、この面々がね、揃う。イベントもなかなかありませんので、ぜひ、興味を持った人は来てください。ですね、僕の SNS では、まあ、大体募集のやつ出してますし、まあ、インスタ X、それから丸山、カタカナ丸山、漢字制作所で検索すると、各種イベントの案内が出てます。はい。まあ、あと僕の X のトップの方にも多分固定してると思うんで、どれか丸山ゴンザレスか草加信也で検索すれば、これ絶対当たりますんで。はい、これでも、もちろんこれの動画の概要欄にも、当然当たりますから。ね、はい。うん、その辺でぜひ、見に来ていただければと思います。はい。はい。もう絶対、面白いと思います。絶対って使うとあれなんですけど。まあまあ、面白いでしょう。これは面白いと思う。うん。10月の12日。はい。土曜日ですね。うん。18時から西新宿で、やります。ぜひ来てください。はい。ということで、イベント、ぜひよろしくお願いします。お願いします。